教えるのおじいちゃんブルー。イエーイ。皆さんこんばんは。取ってつけたような挨拶になりました。名言とシーゲルのおじいちゃんプルのお時間が今夜もやってまいりました、はい、うん、おじいちゃんがプルっていう、はい、そんな感じで今夜もこのおじいちゃん2人で、はい、お届けしたいと。おじいちゃん、おじいね、おじいで2人でおじいお届けします、はいはい。鹿児島のスーパーおやじバンド名犬バンドのリーダーでボーカルの名犬でございます、うん、そしてギターでベースでコーラスでドラム時々のシーゲルでございます。顕微鏡抜けました。あ、顕微鏡ですね。バンドで顕微鏡はしないから大丈夫ですよ。はい、そうですね、はい、この2人で、お送りしたいと思います。はい、さてですね、うん、今週は谷村新司さん、うん、はい、お亡くなりになりましたね、はい、それから財津一郎さんね、えお二方とも10月にご逝去遊ばされたということで、はい、まあ残念というか無念というか、僕なんか特に谷村さんはリアル世代で尊敬したり憧れたりしてきた人なので、その方がねこのタイミングでって言って、早くねってすごく、74歳ということですから、まだまだこれから活躍の場もあるということで、まあ日本国内のみならずね、上海との交流も非常に持ってらして、もう第二の故郷っていうぐらい上海の人とね、うん、交流深くされてるということで、国際的にも活躍なさってた人だけにですね、うん、そうですね、まあ、音楽業界のね、やっぱりそういう意味ではまあ一つのこうジャンルみたいなぐらい谷村さんはこう確立した方ですよね、うん、そうですね、もう日本国民なら誰もが知ってるっていうような楽曲を何曲も、うん、作られてですね、本当に日本音楽界の重鎮と言っても過言ではないんじゃないかと。そうですね、そんな大切な人を我々は亡くしてしまいました。ちょっと早かったですね。まだいろいろねプロジェクトもそうそういっぱい、ね、うん、控えていたところですから、その矢先ですね、はい、もうアリスの50周年もやろうなんて、はい、ってね、うん、張り切っていらっしゃった矢先ということで、本当に狐につままれたような残るね、あの堀内孝雄さんと矢沢徹さんもですね、うん、はぁって感じですよ、うん、悲しいというよりは何が起きたんだろうっていう、うん、そういう面持ちだと推察いたしますけれども、ね、はい、まあ、もうね財津一郎さんはしかしね、この方も大変ですよ。あのピアノの宣伝だけじゃないですからね、あの方もね。そうなんです。古いところはまだ僕が生まれる前の、うん、あのテナモン屋サンドカサ、藤田誠さん、白木徹さんとのサンバガラスでですね一世を風靡したテレビバラエティの創世期ですよね。その時代からこう活躍なさってて、まだお元気だったんだっていう、ね、うん、そうそう、晩年はね、だけどピアノしかもう見ないからですね。そうですね、あそこの晩年しかね、大体ですね2011年ぐらいを区切りとして、うん、はい、お仕事をね断っていらっしゃったみたいですね、うん、でそのピアノ屋さんの CM だけを毎年更新なさってたみたいです、うん、で時あたかもですね今年の9月でそのピアノ屋さんとの契約がちょうど終了したというタイミングだったみたいなんで、はい、何か僕的にはそのピアノ屋さんとの縁が終わったという一つの区切りが、何かこの時空に影響してるのかなと勝手なね想像をするんですけど、やっぱりそのなんか物事の区切りって非常に大事ですよね。それ考えるとね、背景にそれがありましたか。そうですか。そういうね流れがあったみたいで、まあその奄美のですね、うん、青少年支援センターというかね、その青少年応援している、はい、あのところの、まあ、実話ですけれどね。そうですね。まあちょっとそこの物語とか、そう。そういうのがあるので、ちょっと届いたお手紙のことがあります。ちょっとそれをね、しげちゃんの皆さんに紹介していただきたいと思いましてね。唐突にこのくだりになりましたけど、まあ、我々がほら日頃からプッシュしている、そうですね、あのプロジェクト、映画のプロジェクトの奄美のティダっていうののモチーフになったね、そういう環境で。さすがうまいですね、はい、やめ上がりはやっぱり気のつき方が違いますね。違いますね。やっぱりそのリスナーさんが聞いててすごいなんか木に竹をついだような
無理やり感がすごくするなみたいな、急に曲がったなとか、急にカックンってなったなっていう、そうそう、大リーグボールも真っ青みたいな、うん、ちょっとフォローしていただいて、あれですけど、そう、早速ですけど、これね、うん、その手紙っていうのをね、はい、ちょっとシーゲルちゃんに、はい、読み上げてちょっといただきたいと、うん、今日はそう思ってるわけです、ね、はい、施設にこう救われたその少年のエピソードですね、うん、母さん、僕のところへ戻ってきて、高校2年生16歳の作文でございます、はい、僕は今少年院で生活しています。僕が幼い時、両親が離婚し、僕は母親一人に育てられました。母さんは僕が小学校6年生の時、他の男と同棲するようになり、この頃から僕は不良と付き合い始めました。だってよその知らない男が家にいるんじゃとても家にはいられません。僕は母と同居している男が大嫌いです。一緒に住む気になんかなれません。家出をして不良仲間の家に泊まりました。遊ぶ金がなくなると、仲間と一緒に夜中病院の売店に忍び込んで金を盗み出したりしました。もう何十回も泥棒をやって、とうとう捕まりました。毎日毎日母さんのことを思い出しています。悪いことをやっている時でも、友達の家で寝ている時でも、母さんのことを忘れたことは一度もありません。母さんがあの男と一緒にいる限り、家に戻るつもりはありません。この頃、10年前に僕を捨てて出て行った父さんの夢を見ることがありますと結ばれております。うん、ね、これね、深いですよね。深いですね。まあ、その受けて施設側のコメントもあるんですけれども、うん、はいはい、多感な年頃のこの少年は家庭内に居場所がなく、必然的に不良の仲間に入り、そして非行に走った。非行に走った少年たちの多くがこの少年と同じ悩みを抱えている。両親の事情から家庭内で自分の居場所がないと感じているのだ。そんな時、少年たちは自分の居場所を求めてグループに合流していく。そこで知り合った仲間たちの多くは自分と似たような境遇だ。共感、仲間意識を強く持つ。少年たちはやっと手に入れた自分の居場所を失うまいと、仲間との関係を何よりも優先させる。誰かが窃盗をやろうと言い出せば、仲間の手前、嫌だとは言えない。そうやって非行を重ねていくのだ。アフターケアを親が拒否するケースがある。反面、自分には到底我が子の面倒は見られないと泣きついてくる親もいる。大概その少年は再犯に走る。心の問題が何一つ解決されないからだ。反対に担当刑事から少年の本心を聞かされて、強い自責の念を抱き、何よりも我が子とのコミュニケーションを優先させる親もいる。こちらのケースはほとんど再犯に走らない。この少年が本当の幸せをつかむには、10年前に別れた父親を探し出すしか方法がないのだろうか。どう思いますか。いやー、まあね、そのいい子なわけですよね。本当にいい子なのに、うん、ほんのちょっとしたことっていうかね、こちらから見ればその、うん、ちょっとしたことなんだけど、うん、多感な子供にとっては、うん、もう大変なことが起こって、まあ、うん、お母さんが許せないというかね。そうですね。まあ、お母さん、お母さんって言って、その母親に愛情を求めている時点でいい子なんですよ、うんうん、いい子なんですよ、うん、そうで、愛情を受けて、育てばって自分の幸せをつかめるっていうふうに直感的に思えてる子なんで、うんうん、普通にその保護者の愛に育まれて育って、うん、その気持ちのやり取りができれば、うん、何の問題もない子なんだと思う、うんうん、実際そうですね、何ら問題ないですよね。でも、うん、でも帰る家は突然なくなったわけですよね。彼家はあるんだけれど、うん、もう自分が帰るところじゃなくなってしまった。
そう、まあ、多感な時期だからこの、うんね、16歳ですから、うん、まあ分かりますよ、分かります、ね、僕だって25の時に母親が再婚しましたけど、うん、なんじゃこらって思いましたもん、うん、やっぱり許しはしましたけど25でですからね、そう、うん、25でもう普通に自立してて自分で自分の生活を成り立たせてはいたんですけれども、まあ、そこまでだから親に精神的、うん、経済的に依存してるわけではないですよね、うんうん、なのに、うん、にもかかわらずえっと思いましたもん、うんうん、だからなかなかその母親との距離感もつかみづらくなって、うんまあ、疎遠にもなったりとか、うんまあ、ことあるごとにその再婚相手と揉めたりとかし始めるわけですよね、うんうんうん、で僕と母親が近しくすればするほどその再婚相手にとっては、うん、まあ釣った魚を取られてしまうような、うんうんうん、そういう不安にも苛まれるのかもしれないと思って、うん、もうある程度こっちから距離を取りましたね、うんうん、僕の場合は、まあ、だからそこがそのものが判断できてね、うん、あのまあそれは許せなくても許せる、はい、許したふりはできる、うん、その子ならそういうことならいいですけどね、26、はい、16歳の子にそういうことはできない、はいね、まあ無理でしょうね、だからまあ行くとこが帰るとこが家じゃなくなってこのね不良少年たちのところへ行く、はい、そうすると今度はもうそこしか自分の居場所がなくなって、うんうん、その子たちが例えば、ね、その万引きやろう何やろうと言ってももう断れない、そうなんですよね、で喜んで行ってるわけじゃないんだけれど、うん、もうそこがもう自分の居場所になってしまったですね、やっぱりその抑圧された満たされない、うん気持ちがですね渦を巻いたそのコミュニティなのでいろいろ誘われて断るとやっぱりその暴力的な制裁をもらったりとかっていうことにもなりかねないっていう恐怖もあって、うんうん、同じ行動をしてしまうっていう、まあ、その全体主義的な感じの集団になっていくわけですよ ね、うん、そうですね、切り口が同じ、うん、同じ常に傷を持つ人たちが集まったコミュニティになってしまうので、うんうん、でまともにその自分の生活を成り立たせるような方策は知らないわけですよ、うん、そうね、うん、まあだから最後はもう何回も何回も罪を犯していきって警察のお世話になってしまうというところまでまあ行ってしまったと、うん、だからまあこのケースは保護してくれる施設があってそこで更生をするというような流れになってきてる、うんうん、まあこの今の時勢に合わせたような図式なんじゃないかとちらっとは思うんですけど、うん、でも昔に翻って考えるとですよ、はあ、そういうこの少年たちを保護する施設なんかないわけですよ、うんうんね、見渡す限り畑と田んぼの、ね、とのっぱらの田舎で、うんうん、まあその悪さをする子どもたちなんていうのがもしいたとしたらコミュニティの中の大人たちがたしなめてこれ、うん、人んちの柿は盗まなみたいなことだったわけじゃないですか、うん、そのいろいろなそのシステムとか法律とかルール知らなくても人として振る舞うべきところ、うん、守らなきゃいけないルールっていうのも土着的に分かってたわけですよね、うんうん、だから今は我々大人一人一人がそういうことを考えなきゃいけない、あの子供は親が保護して親の思う通りにコントロールするというものではないらしいんですよ、うんそもそもね児童福祉法の第2条に、うん、全て国民は児童が良好な環境において生まれかつ社会のあらゆる分野において児童の年齢及び発達の程度に応じてその意見が尊重されその最善の利益が優先して考慮され心身ともに健やかに育成されるように努めなければならないという条文があるわけです、うん、なるほど、噛み砕くと親であろうがなかろうが、うん、全ての国民は児童たちの健やかな成長を見守って導かなければならないとこうなっとるわけですね、うん、なるほどね、だから全ての大人たちが気づけば、うんね、その子たちのまあ背景だとかそのまあ動機とか、うん、そういうことに耳を傾けてあげれば、うんうん、その罪を犯していくっていうその前の段階で、はい、もう、まあ、昔であればね、あの何らかの近所のおじいちゃんばあちゃん、はい、も含めて、こうみんなで見守る、うん、
こともあったわけですけども、今はもうほぼそういうのがなくて、そういきなりもう行く場がないから、うん、どこさまよっても、うん、町さまよっても村さまよっても誰も声かけてくれないから、うん、行くとこはもうその悪い仲間っていうかね、うん、同じ境遇の子たちのとこへ行くしかない、うん、だからむしろ責任っていうかそれは僕らの方にあるのかもしれないですね。そう、子供たちが突然変異みたいにいきなりゾンビみたいに暴れ出すっていうことではないわけですよ、うんうん、何かきっかけがある、うん、その社会様式、昔はそうやって子供たちが1ダース生まれても成人するまで育つのは5人しかいない、うん、半分以上は乳幼児のうちに亡くなってしまう、だからお兄ちゃんの影線を据えてとか、うん、でちっちゃい弟のまだ名前もついてないような死んだちっちゃい弟の位牌に手を合わせながらご飯を毎日食べるとかっていう、うんうん、そういうその弔うとか、うん、生きてることを謳歌するっていうことを誰に教わらなくても分かってたわけですよ、みんなが、うんうん、生と死がそこに同じテーブルにあった、うん、今はどうですか、まず核家族になり、うんうん、3代のこの広い年代層でコミュニケーションを取るっていうことがなくなり、うん、で必ず病院に行って人は亡くなるみたいな現代になってきてるので、その命ということを全体的に俯瞰して見ることがもはやできなくなってるわけです、うん、大人もそうだから、うん、子供はなおさらですよ、リセットボタンを押したら死んだやつが蘇るんですから、ゲームの中では、うんうんうん、なので同じ感覚で殺したウサギの耳をずっと押し続けてた幼稚園児がいて、すごくやっぱり問題、社会問題になりましたけど、我々大人がそういう命の大切さとかね、その人と人の絆とかっていうのをもう教えてあげないといけないタイミングに来てるという、うん、そうですね、地域社会の中での子どもたちと我々の関係、だから学校とか施設とか、それね、どこまで行ってもね、もうずっとそれ拡大するのっていう話になって、そうじゃないんですよね、やっぱりその、うん、一人一人の大人がもう自分の周りのその子たちにやっぱ愛情を注いでね、声かけの一つもやっぱりできるようなあの社会にしていかないと、これ施設を何件じゃ作ればいい、何人がそういう仕事をすればいいっていう、うん、いうものになってしまうんでね。そうなんだ、ね、それは同じことの繰り返し、うん、だからまあ今僕らが応援をしていこうという、うん、その奄美の地だという映画も、うん、そのことの そこで起こっていることをその映画の物語として見るのではなくて、うんうん、僕らのこの社会でもういくらでもある話で、はい、僕らも見る人じゃなくて当事者としてやっぱりこの問題を考える必要がありますよね。そうなんですよ、だから一人一人我々大人が考えれば一人分の2は軽くなるんですよ、うん、ほとんどの人がそれ考えてないから、その夜回り先生だとか、うんうん、もう寝食も忘れて子どもたちのために奔走しなきゃいけない、うん、ウェイトの重い大人が出てきちゃう、うん、その人たちにだけ任せていらんないじゃないですか、うん、そうですね、人生のリソースのほとんどを使って子どもたちのために使ってるわけですから、うん、自分のエネルギーを、うん、それだとやっぱりね、うんうん、もう見てる方も苦しいし、うん、じゃあみんなで荷物持とうよっていう話ですよ、うん、まあだから少しでもねこの、うん、映画を通して、まあ、そういう現実を知ってもらって、うん、で僕らも何らかのその行動というかね、はい、それを変えていく、まあ、そういうきっかけの映画であってほしいと思いますね。そうですね、まあ僕らは老い先短いコンビですから、うん、こうやって能楽優以外に何ができるかわからないですけれども、うん、まあね、できる限り、うん、できることをね、うん、少しずつ毎日やっていければなぁなんて思います、うんうん、そうですね、はい、はい、まあこの子がね、その、まあ、少年院からこの書いて施設の方に出した手紙ですけれど、うんうん、はい、まあね、気になるっていうかね、結局そのまあこの子を捨てたわけじゃないでしょうけど、お母さんに男ができたと、はい、うん、そしたら そんな男がいる家には帰りたくないというふうにこうなってぶれていったわけですね、うん、でも最近はまあ少年院でね、思うのはもう毎日お母さんのことをまあ夢を見ると、うん、最近はだから本当は
大好きなお母さんだけど、うん、それが突然大嫌いっていうか、もうその許せないっていうかね、そのこと自体は許せなくなってしまった、うん、でもやっぱお母さん、うん、それとまたさらにはお父さんとね、ね、本当のお父さんね、うん、産んでくれたお父さんというか自分の父親ともまた会いたいと、うん、だからそのお父さんしか救えないのかっていうことでもね、うん、それはそれですごいまた重たい現実でね、そうはいかないでしょ、うん、簡単にね、あの一人の人間が受けなきゃいけない愛情の絶対量っていうのは決まってるみたいですね、うん、その何キログラムとかって数えることはできないけれども、うんうん、絶対的に足りないとやっぱ心の栄養が不足しているわけですから、うん、心の栄養失調になっちゃうんですよ、うん、で、うん、それを満たすには現実的に保護者親が無理だったら、うん、やっぱ社会がその役を担わないといけないという、うんうん、まあその消極的選択にはなってしまいますけれども、うん、何らかの手を打たないといけないわけですよね、うん、大丈夫だよって僕たちがちゃんと守ってるよ見てるよって、うん、ね、食べるものも寝るとこもちゃんとあるよってま、うん、っすぐ生きていけるよってやっぱり安心ですよ。不安とか恐怖に苛まれるから人っていうのは行動がバグるんですね、うん、なるほどね、うん、まあね、どこまで僕らも応援ができるか分かりませんけど、まあ、この映画を通してね、はい、この青少年の子どもたちの問題が、うん、まあ、身近な問題としてまた日本中で一回考えて、その辺でもうなんとかね立ち直らないと日本ももう離れる一方ですから、こう大人との距離がね、うん、この先進国にありがちなこの社会構造の歪みっていうのが如実に現れた日本の昨今、ね、なってしまいましたからね、ですね、だけどね、嘆いてばかりいられませんから、うん、まあ、そういう本当に献身的に今やってくださって、うん、はい、わずかなこう残った力でやってくださっていますから、うん、はい、そういう施設のこと人たちも応援しつつ、うん、本当はその中にいる子たちのね、うん、応援を僕らが少しでもできればと、はい、まあ、そう思いますね。僕が富豪だったらね、口を出さずに金を出せっていうできるんでしょうけど、富豪でない人はこういうことを言いますからねそれでは、ここで、はい、名犬バンドの曲で、まあ、そういう子たちやそういう子たちを応援している施設の、うん、皆様、うん、そういう方々のために作った名犬バンドの歌で、はいはい、諦めないでを聴いてください。どうぞ。するたび強くなる笑われ